それではスターティングメンバーを予想フォーメーションズとともにご紹介しましょう。福島は 3-4-2-1 のフォーメーション、ゴールキーパーは山本、3バック、今日は福島が入っています。福島、川西、鎌田の3バック、ボランチに上畑、右平次、 J リーグ初出場です41番の選手が入っています。そして鎌田とボランチのコンビを組みます。左に田中、右に幸恵、2列目に吉永、樋口、トップはイスマイラということになります。それではアウェーチームバンラーレ八戸の予想フォーメーションでご紹介しましょう。 3-4-2-1 のフォーメーションです。ゴールキーパーはツタ、そして3バック近石、赤松、黒石、ボランチに新山、そして原山が入ります。左に前澤、右に庭、2列目に島田、丸岡が入りました。トップはエースの上方陽介です。収めて右サイド、吉永からイスマイラ、中には2人流れます。さあ俊足の田中、追いつけるか、残しました。サポート鎌田です。中に樋口が収めて、ナイストラップ、シュート決まった、ゴール。樋口選手点はホームチーム福島ユナイテッド FC です。大きな湧き上がりを見せます手拍子。郡山西部サッカー場、このトラップで勝負ありでした。最高の場所にファーストタッチ、左足を振り抜きました。ニア低いコース、献身的なプレイヤーでもありますこのスマイラ。丸岡が奪ってシュートに行った、ゴールキーパー山本の正面。まずは左足、挨拶代わりのシュート放っていきました13番の丸岡。中をしっかり固めているのは八戸です。キッカーは選手点の樋口、アウトシングルボール、こぼれて枠に行っていました。津田颯がゴールキーピング、もう一度コーナーキックに変わります。やはり上空少しロングボールが押し戻されます八戸、強い風が吹いています。さあ幸恵がボールを持って、さあイスマイラがフリーになる、到着しますがホイッスルはない、ボールはまだ行っています。田中シュート、ゴール。田中の左足、ホームチーム福島ルーキーの初ゴールということになりました。まあ、ユキエが体を張っての、まあ、突破ということになりました。こぼれたボール、ここで強引に振り抜いていきました。 J リーグ初ゴールの田中康介、左足一閃。前半の終わり際、アディショナルタイム間もなく増えというところですが、イスマイラ中に入れる、樋口だ、トラップからシュート、これは枠を外してしまいましたが決定機でした。今度は左足でのシュートということですが、胸トラップまではいい位置に置きましたけれども、ここまで2点のビハインド。さあイスマイラシュートになります。これは止めました、右手1本、不意をつかれたようなタイミングでのシュートでしたが、中樋口、右サイド空いている吉永、さあ人数は溜まっています、中イスマイラフリーシュート、正面、大きな歓声、郡山の西武サッカー場です。福島の休まない守備、中に入った、打てるか、味ない、シュート、前澤のシュートが枠には行きませんでしたが、非常に威力十分、細かい揺さぶりからの足元に入ったボール、マイナスランの左足になりましたが、とかその手から大きく上に蹴り出して、ここで大きなホイッスル、勝利は2-0、福島ユナイテッド FC ホームチームが郡山のファンに勝利の姿を見せました。盤石な試合運び、前半に取った2点を風下の後半見事に守りきりました。